皆さん、こんにちは。サンリオピューロランドライブエンターテイナーのスーちゃんこと立畑すみれです。スーちゃん、イエーイ。そして、はい、同じくケンティこと入江健司です。ケンティ、さあ皆さん、前回はポムポムプリンの25周年アニバーサリー食レポ動画ご覧になっていただけましたか？皆さん見てくれましたか？見ました。見てくれたみたいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、今回もこの、はい、スーちゃんケンティの2人で、ちょっとうるさめの2人でお届けしたいと思いますよ。はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。ということで今回は、はい、3月12日から始まるピューロインスタの食レポ動画でーす。イエーイ。いやー、念願ですよ。待ってました、ね、本当ですよね。皆さんも待ってたと思うし、僕たちもね、待ってましたよ。待ってましたよね。2019年に開催されて、はい、すごく大好評だった、うん、あのピューロインスタ、はい、やっと帰ってきました。びっくりした、びっくりした。息止まったかと思って、もうびっくりしたよ、本当。これだけ待ったんですよね。いや、本当ね、思いが、1年の思いがこう積もり積もって、1年越しのインスタですね。今年大爆発すると思いますよ。はい、みんなで大爆発しましょう。いやね、思い出がありまして、うんうん、どうぞどうぞ。ね、当時ね、あの、今回フードメニューご紹介するじゃないですか、うんうんうん、2019年にもすごくいいのがありまして、うん、あ、そうなんだ。青色の真っ青のチョコミントソーダっていうのがシナモロールカフェであったあった、うんうん、ありまして、それを私どうしても気になって飲みに行ったんですけど、うん、もうね、あの、真っ青、本当に真っ青だったんですよ。ドリンクも上に乗っかってるクリームも、あ、そうなんだ。でも飲んでみたらすごく美味しくて、しかも映えだし、あー、ね、そうだから、うん、きっと今年もそう、ね、私たちをびっくりさせてくれるような、うん、パンチの効いたね、そう、パンチの効いたメニューがあるんじゃないかなと思って期待してますよ。はい、今回のピューロインスタのテーマがアメリカンオールディーズです。待ってました。おどうしました、ケンティ。あのね、うん、もうアメリカンオールディーズと聞いて、ちょっと今日のキャラを演じていこうかなと思ってまして、あ、そこそこそこ、あの、私ケンティ改め、うん、ケンディだ。ケンディ、僕の名前はケンディだ。よろしく、みんな。わかったわ。じゃあ私も今日からはスーちゃんって呼んで。スーザー、はーい、みんな元気？みんなよろしくね。ちょっと聞いてないか、大丈夫か、ついてくるのよ。ついてきてね。今日はこんな2人でお届けしたいと思うわ。よし、よろしくね。はい、はい、ということで皆さんお待ちかね、こちら、じゃーん、なんとレトロでポップなキャラクターたちが並んでます。待って、やっぱり青いのがある。あ、本当だ、ちょっと青いのが見える。どうしても青いのが気になるねえ、やっぱね、青といえばイースターなのかな。そうかもしれない、うん、いいね。でも他にもすごい、そう、とってもカラフルなメニューが揃ってるわ。ねえ、じゃあみんなを代表して私たちが食レポしちゃうわよ。オッケー、ケンティもお腹ペコペコ。わー、それじゃあレッツスタート。さあ、最初にご紹介するのはこちら、メルのイースタートローリーエッグ&ハンバーグカレー。わー、やっぱり青さが眩しいわ、ね、ブルーカレーだね、これはね。なんてこと。しかもメルちゃんが主役だよ。こんなこと、ね、他にあったかな、今までね。今までなかったんじゃない。ねえ、本当にメルちゃん、おめでとう。おめでとう、メルちゃん。やっぱりね、イースターって言ったらね、ウサギだもん。そうだね、イースターバニーだからね。バニー、メルちゃんが主役のカレーになっております。はい、ちょっと実は辛いんだって、このブルーカレー。ちょっぴり、そう、ちょっぴりスパイシー、ちょっぴりスパイシーなんだけど、うん、このね、横に音符のチーズとか、このね、ちょっと耳に隠れちゃって見えないかもしれないんだけど、このね、とろーり卵が乗ってるの。とろーりしてるの。そう、とろーり卵が乗ってるから、これによってスパイシーがちょっぴりマイルドになっちゃう。ちょっぴりスパイシーでもちょっぴりマイルドっていうね、そう、魔法かけれちゃうっていうね、そういう特別なカレーなんですよ。そうね、ファミリーみんなで食べれそう。そう、あとね、この星型のハンバーグ乗ってるしね。スターハンバーグスターハンバーグ、スターハンバーグ、何でも英語にしちゃうね、スーザン。そうなの、今日はそういうキャラよ。そうだね。そうで、お顔も、お顔とかモナカでできてるんだって。モナカ考えて、ジャパニーズモナカだよ。モナカ食べましょう。食べてみよう、うん、実はこのケンティ、ちょっと辛いの苦手なんだ、僕。なんかこの間も聞いた気がする。そうそうそう、そうなんだ。だからちょっと食べれるか心配なんだけど、いただきます。そうね、さっき言ってた卵と一緒に食べてみようかな。うわー、すごい、とろーり、とろーりしてる、黄身が出てきましたよ。ではいただきます。めちゃくちゃ青いわ。This is curry. Curry? Curry. これはカレーだ。美味しい。あ、そして卵を加えたことによって、うん、やっぱりマイルドになってて、ね、すごく食べやすくなってる。私は辛いの大丈夫だから。あ、そうかそうかそうか。そう。
ブルーカーリーそのまんまじゃないか。青いから一体どんな味がするのかしらって、ちょっと不安だったの私。そう思う人もいると思うんだけど、でもちゃんとカリーよ。うん、美味しいんだよこれ。ハンバーグもとっても美味しい、はい、この青い海に溺れたい溺れちゃうの？溺れる。うん、チーズも美味しい。美味しい？ヤミー。スーザン見てこれどうしたの。Look at this。 超キュートなカードがなんとノベルティとしてついてきちゃうんだって。わー、すごいねこれ。あ、ちょっと聞いてこれ実は1種類だけじゃないの。1種類だけじゃないのかい。2種類あって。え、じゃん。お、こちらが4月の25日までのデザイン。へー、そしてですね、こちらが4月26日から6月1日までのデザインとなってます。そうなの、とっても可愛い。いや、めちゃめちゃキュートだよね。しかも見て、メルちゃん主役。そう、このメルちゃんのお顔が今 ね、食べてるカレーのお顔になってるのよ。ライブキャラクターと同じね、このそう、サングラスとリボンつけたメルちゃん。かわいいよね。そう、これどっちもかわいいから、うん、4月25日までに1回来るでしょ、うん、で、26日以降もう1回来て、両方揃えるしかナイアガラナイアガラ、ナイアガラのだけ。そうよ、アメリカのね、ナイアガラのだけ。もう感動と美味しさがドバドバよなるほどね、うん、さあ、ということでぜひね、こちらのブルーカレー、そしてこのノベルティのカードもぜひチェケラー、チェケラー。続いてはプリンのチーズドッグカップチョコ&ピーナッツ。イエーイ。いや、これはちょっとスナックなのかスイーツなのかどっちなんだこれは。なんでしょうね、チーズドッグって言ってるけど、ね、うんうん、チョコ&ピーナッツ。そう、どういうことなんだろう、うん、気になるね。どっちなのかしら。これは気になるから食べてみて、うん、食べてみよう、判明させるわね。はい、優しい、可愛くない、うん、みんなでシェアしたりも、ね、しやすい。うん、本当可愛い、うんうん、そう、これね、あの全部にこれ、この串がね、刺さってる、串がついてるのよ、うん、これね、なんだかシナモロールのドリームカフェでいつも人気のメニューみたいなんだけど、うん、イースター限定でこのチョコ&ピーナッツソースがついてくるんですって。お、盛大に行くわよ。やっちゃって、かけちゃって、イースターかけ声みんなもかけるときなんか言うの、好きな言葉。いただきます。うん、いい音したよ今。サクサク聞こえた。サクサク、うん、どう、味はどう。もきもき、わ、いいね。何言おうかな。レガリア突然のレガリア来たわ。突然のレガリア、いただきます。うん、美味しいよね。美味しい。甘じょっぱい感じ。甘とジョッパのね、革命、革命が起きてる。革命起きてる。そう、サイエンスが起きてる。ここでサイエンスなのね。美味しい。ちょっとね、あの、うん、お腹小腹が空いた時、リトルハングリーな時に、リトルハングリーの時にいいかもしれないね。そう、うん、ちょっと食べていかないって。しかも、ね、これもノベルティがついてくるのよ。そうなんだよ。そう、じゃじゃーん。これね、イラストカードなんだけど。かわいい。これなんだい。これ結構しっかりしてるの。あの、薄、ペラペラしてないの。ペラペラしてない。プラスチックのしっかりした素材でね、うん、できてるね、これね。これも4月の25日までがこのデザイン、うん、そして4月26日からはこちらのデザインとなっています。そうなの。ちょっとこのサイズだったら、うん、定期入れに入れたりお財布に入れたりして24時間持ち歩きちゃうんじゃない。 Oh my god、 なんでアイディアだ、それは。いいね。もうお守り代わりを肌身離さず、ずっと持ち歩けるわ。ずっと入れとこう、どっかに入れとこう。みんなでこれ使いましょう ね、使って集めて。そう、チーズドッグカップたくさん食べてね。カップも今限定のイースターだから、はい、みんなぜひ食べに来てね。さあ、そして続いてご紹介するのはこちら、マイメロディのピーチベリー豆乳ヨーグルト。かわいいよ。ベリーキュート。すごいねこれ。実はね、これね、すごい中もね、盛りだくさんなのよ。何が入ってるか紹介してもいい？まず一番そこにあるのがですね、いちごソース。そしていちごソース、もういちご、ストロベリーが入っちゃってます。ストロベリー、ゴロゴロです。ゴロゴロ、ね、果肉を感じれる感じ。そう、そしてその上には白桃ゼリー。ピーチがこんなところにいたのね。ピーチのゼリーが入ってます。ね、すごいでしょ。そして上が豆乳ヨーグルト。皆さん、ただのヨーグルトじゃありません。そうですね、豆乳ヨーグルトです。 It's healthy! It's healthy! 女の子の味方が来たわ。ソイヨーグルトヘルシー、ね、本当にカロリー控えめだから絶対。そうね。そう、そしてこの上が、うん、ザクザク食感のクッキー。こういうの私大好きなの、ね、いいよね、こういうアクセントに入ってて。 そして上がホイップ。ホイップ、いちごホイップ、ピンクホイップ。メロディーのね、顔がマジパンなんですよ。知ってるわ、マジ
パン。出たマジパン。美味しいやつ。ね、この前も、この前も出てきたマジパン。そう、食べれちゃうの、メロディーのお顔も。ついでに紹介させていただくと、ストローがハートなの、みんな見える？本当だ、ハートよ、これ見えてるのかしら。スーザンもハートに見えるよ。いやー、元気みんなもハートに見えるよ。ちょっと待って、味が気になるよ。本当だ、私が言ったけど、じゃあ、スーザン、先に飲んでみて。スーザン、女の子なら誰もが飲みたいの豆乳ヨーグルト。早く飲まないと、前説が長いのよ。行くよ、うん。ちょっと待って、これ吸引力が必要だわ。吸引力、ダイソンの上の吸引力で。どうどうだい、プリーズウェイ。プリーズウェイ、オッケー。ちょっと味の整理までちょっと時間がかかる感じかな。うん、うん、めちゃくちゃイチゴ、めちゃ、あの下のこのゴロゴロの部分、ソース、本物のイチゴ食べてるみたいだわ。そう、吸引力が大事よ。吸引力、ダイソンの吸引力発揮します。そう、発揮して。待って、本当に必要だ。オッケーオッケー、待ってね。ちょっとみんな肺活量を鍛えて飲みにいらっしゃい。いちご、あ、でもね、ピーチも来たよ。来た、うん、来た。あのね、甘すぎない、だから。そう、このね、甘さの中に酸っぱさが混じってる感じ。そう、まるで恋みたいな味がするわ。おー、恋みたいな味、いいね、いい表現するね。豆乳だからヘルシーだし、うん、女の子の味方よ。そうだね。そう、美肌。これみんなで飲んで頑張ってガールフレンド、ボーイフレンドゲットしましょう。無言だわ。みんな飲んでね。続いてはキティ&ダニエルのエッグロールチーズまぜそば。イエーイ、混ぜちゃうよ。混ぜちゃいましょう。いやね、混ぜそばっていいよね。なかなか今までのメニューでなかった。そう、混ぜそばなかったと思うんだけど、久しぶりみたいなんですけど、うん、ピューロにね、みんな見てこの、気になっちゃうよね。ワンダフォー、ね、カラフルな。そう、カラフルなの。じゃあご紹介していきますね、うん、紹介して、すーちゃん。甘めのそぼろだな、これ。そぼろか、うん、そう、ちょっと甘めのそぼろがまずありますね、はい。で、その下側にチーズがございます、うん、チーズ、こっか、そう、これ混ぜるからね。オッケーオッケー、いい感じにこれ伸びるんじゃないかな、うん。そして、もうこれ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 、このカラフルなの、これカラフル、うずらの卵らしいわ。うずらなんだ、いいね。すごい、もうこのエッグンロールしてる感じが見えるわ、うん、ね、ちょっとさっきから香りがすごいいいんだけどさ、うん、これ何の香りなの？気づいちゃった、うん、これ実は麺の一番下に、うん、鰹節が効いてる風味豊かなお出汁が潜んでるみたいですよ。なるほど、お出汁ね。そうで、まあネギもあるので、うん、ワンポイントもここで効いてて、うんうんうん、ノリノリな感じで私たちも OK 混ぜちゃう。じゃあスーザン、混ぜる時の音楽お願いしてもいいかな。レッツシン、いくわよ。 OK、みんなで混ぜよう、混ぜそば、エッグロール、混ぜそば、チーズ、みんなもっと混ぜるよ、混ぜそば。ちょっと混ぜるまで時間かかっていますよ。歌いすぎて混ぜられないわ。でもお出汁がこんにちはしてる。こんにちはしてる。こんにちはしてるよ。ハローみんな。出てきたわ。よーし、いただきます。いやー、うん、どうすごい、すごい、かつお節すごいよ、これ効いてる。うん、めちゃめちゃ効いてる、おいしい。そぼろの甘い感じもすごく効いてる。ほんと、これ多分小さいキッズのみんなも美味しく食べれると思うわ、うん、そう、なんかちょっと見た目ちょっと辛そうに見えるかもしれないんだけど、うん、全然大丈夫だよね。美味しいよ、本当に美味しい。ピンクのエッグも食べたいと思うわ。あ、乗ってるわね、乗ってるわね。どうぞどうぞ、いくわ。ちょっとリアルに踊ってた。綺麗に食べないよ、本当に。私の卵がリアルに踊ってた。スーザン、綺麗に食べないと。だってエッグンロールだもの、ロールしてくれたのよ。うん、あ、うーん、やみやみ。ちょっとこれみんな、あの、ちゃんと歌いながら混ぜるのよ、うん、混ぜながらね、食べましょう。エッグンロール、混ぜそば、混ぜそば、みんな一緒に混ぜそばしよう。みんなで混ぜそば。さあ、次にご紹介するのはこちらの商品、シナモンの瀬戸内レモンスカッシュゆず風味。ゆず風味、いやー、これ爽やかなのが来たわ、ね、しかも見てよ、このシナモンがね、浮いてんのよ、ピカピカ、ぷかぷか。そう浮いてるの。そう、このね、あのバルーンを持ってね、あの、なるほどね、ここにもね、絵があるんだけど、そう、シナモンがこうバルーン持ってふわーって行ってくるぐらい爽やかなドリンクが登場よ。いいね。しかもね、これね、ちょっと下にね、この何柚子のピューレが入ってて、柚子の果肉も入っちゃってるの。果肉まで食べれちゃうの。そう、そしてその上に、うん、瀬戸内レモンソーダ、瀬戸内レモン、
なるほど。僕の故郷です。え、ちなみに、あ、僕ケンディの故郷はケンディ、西海岸のあのサンフランシスコではなく、あの瀬戸内の方なんですよ。そうよね、そうよね、そうだから、ね、故郷のレモンが使われてるってことで、いやだ、嬉しいじゃない。嬉しい、僕は早く飲みたい。早速どうぞ。じゃあちょっといただきます。うん、この長めのストローも可愛いわね。あ、大丈夫大丈夫、ケンディ大変です。本当にそれぐらい酸っぱいんだけど、あ、柚子のね甘みも効いてる。効いてる。そうだからね、甘酸っぱい感じ。じゃあ私も飲んでみて、うん、飲みたいと思います、うん、あ、わかります。しびれちゃうぐらい、しびれるくらい爽やか。そう、酸っぱくて甘酸っぱい、うん、すごいね。でも下の方のピューレが効いてるところは割と甘いわ。そうそう、甘いよね。うん、なんといってもこのね、マシュマロのシナモンよ。うん、これどうする、食べちゃう？食べちゃう？食べちゃう？でも、あ、柔らかい、柔らかいよ。私、顔行こうかしら。嘘。スーザンやるね。ちょっと、ごめんなさい、顔の瞬間は映さないでほしいわ。うん。あ、甘い。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっとかわいそうだから。かわいそうだから。本当に。私、ひと思いに食べてくださいね、本当に。ひと思いに行くわ。ひと思いにお願いします。I love you! I love you!くでも美味しい。シナモンの愛を全身に感じてるね今ね、うん、私シナモンの分まで強く生きるわ。美味しい。でも本当にね美味しい。皆さん爽やかなので、この爽やかな後に甘いあのシナモンのね、うん、優しい甘さが来るのもいいと思うわ、うん、ぜひこちらを飲んで爽やかなね春を満喫してください。満喫してください。続いてはキキ&ララのエッグレースチーズケーキカップ。ちょっとこれ見て、すごい。皆さんわかりますか、可愛くない、可愛い。もうね、置物みたい。そう、これもう食べないでそのまま飾っちゃう。飾っちゃうっていうぐらいのね。いやでもダメよね、ダメダメダメ、ちゃんと食べなきゃ。ちゃんと食べたいんだけど、ここがさ、ちゃんとギザギザの卵の殻になってるのよ。開けてみてもいい？開けるとね、こういう風にね、ほんのに卵の殻が割れるみたいに中からね、キー君とララちゃんが出てくる。最高だよねこれね。これあのお持ち帰りできるそうなので。そうなんだ。みんなぜひ持って帰って有効活用して、ね、エッグレースをしてるっていう設定なんだよね。そうそうそう、2人でね、2人が一生懸命これ運んでるのよ。卵を運んでるっていう設定の可愛いストーリーのある、うん、この後ろのはクッキーだそうよ、うん、ザクザククッキー。この青いのは何なの？この青いのは、うん、ブルーレアチーズか。ブルーレアチーズ、うんうん、ムースだね、これね、うん、このムースとスポンジと、うん、一番下のイチゴのね、果肉入り。やっぱりストロベリーだよね。もうこのね、3層を楽しめる豪華なデザートになってるわ、うん、よし、ちょっとそれじゃあそのままぐさっといくわ、うん、ぐさっと、いっちゃって。えい、違うね、見て、綺麗に撮れた、綺麗に撮れた。あ、ほんとだー、ルックアッピー。よし、食べるわ。うん、うーん、おいしい。ちょっと僕も見てください、このチーズ、ベリベリデリシャス。いちごがもうね、おっきいの、ちょっといただきます、このまま。ほんとにおっきい果肉が入ってるわ。うん、うん、うーん、おいしい。これスポンジが結構しっとりしてるわね。そうだね、あとね、このブルーのチーズがね、おいしい。あの、ね、このクッキーをこのレアチーズのムースにつけて食べるのも、うん、それグッドアイデアだと思う。いいよね、これね。うん、決めろかしら。クッキーもしっとりしておいしいよ、これ。食べても楽しめるし、うん、持って帰っても楽しめちゃう。持って帰って見ても楽しめる。そう、最高なスイーツですね。みんな、食べに来て、食べに来て。これ何もないけど。続いてはポチャッコのレコードコーヒークリームバトラー。イエーイ、レコードが飛んじゃった。レコード大丈夫。そう、いける。レコードなんだよね、 このモチーフが。かわいいの。かわいくないですか。しかも皆さん、パンドラってなんだって感じですね。なんだって、パンドラっていうのはですね、What is パンドラ。パンケーキドラ焼き。わお、アメイジング。アメイジング。これピューロ初だそうですよ。ピューロ初、ピューロランド初、初パンケーキどら焼きに挑戦。パンケーキどら焼き、すごい。どら焼きだけど、うん、アメリカンに、そうだね、洋風になってるっていうね。ちょっとね、このアメリカンオールディーズにね、寄せておしゃれで可愛い感じになってますよ。しかもポチャッコが見て、これうるうるしたお目目でこっちを見てるの。こんな目で見られたら食べれないじゃないよ。食べれないよね、本当
にここのポチャッコのところは、うん、ミルクプリンだそうですよ。ミルクプリンでできてるの、すごい。わー、どうする、どうする。でね、この周りが、うん、コーヒークリーム、コーヒークリーム。で、実は見えないんだけど、うん、このポチャッコのお顔の下にホイップクリームも入ってるの。ホイップも入ってるんだ、うん、これこれちょっとどう食べるか迷うんだけどさ、ね、僕はちょっと綺麗にあのナイフとフォークで食べちゃおうかなと思います。食べてみたいと思います。どんな味がするのかしら、ね、ちょっと緑のシリアルを乗せていただきます。うん、うん、おいしい。あ、結構コーヒークリームがしっかり苦めなの。それがちょうどいい甘みと相まって、うん、あ、これはねペロッといけちゃう。いける、うん、甘すぎない、甘すぎない。みんなお任せ、私の出番が来たわ。まずはお耳を取りますよ。ちょっと待って、このポチャコ大丈夫なのか。これもポチャコよ、みんな忘れないで。これはポチャコ、ポチャコ、ポチャコ、はいはい。で、どうぞどうぞ。さっき取れたこのレコードをてれーちょっと今だいぶ浮いてるわね、浮いてるわ。まだポチャコ、絵面大丈夫ですかこれ。大丈夫よ、何言ってるので、これを取るがね。だってほら、どら焼きって本来そういうものでしょ。う、ね、これが正規の食べ方だから。じゃあ行くわよ。行っちゃって、行くわよ。どう？食べすぎてコメントができてないですけど、コーヒークリーム効いてるわ、ね、コーヒークリーム美味しいよね。でもね、ちょっと衝撃映像をさ皆さんにお届けしてると思うんだけど、お茶粉が回復してるわ。まだ逃げてるちょっとまだ私に食べられる心の準備ができてなかったみたい。行くわよ、ポチャコ覚悟しなさい。食べますか。食べました、ポチャコ食べられました。美味でございます、美味でございます。ポチャコの風味が、僕もねミルクプリン食べたんだけど、美味しい、すごいすっきりしてて、うん、すっきりな甘みとホイップの甘みとコーヒークリームの苦みがね、いい感じにマッチングしててね、うん、いいね、もう、うん、スーザンの食べっぷりがもう本当にいいですよね、皆さんね、いいでしょ、うん、レコードがね、うん、テーマだから、うん、これ食べたら、うん、もう踊り出したくなっちゃうのよ、うん、イースターのハンジャイ、イースターのハンジャイ、ポチャコポチャコ美味しいぞと、ね、いうことで、みんな楽しみながら食べてくれたら踊ってください、皆さん。ポチャッコありがとう、ありがとう。続いて紹介するメニューはこちら、温玉ハンバーグのイースターチーズトマトスパゲッティ。温玉きたー、温玉、スーザン大好きな温玉ですよ。温玉があれば生きていきます。そう、皆さん見てください、これ結構ボリューミーでしょ。なんだかたくさん乗っかってるね、乗っかってるよね、いいよね、うん、もうどれがメインなのっていうぐらいね、いろんなものが乗っかっちゃってるんだけど、ちょっと紹介して、うん、そうだね、やっぱこのレトロでボリューミーな、うん、このオールディーズ感っていうものをこう表現してて、こうみんながねこう乗ってるのがポイントなんだけど、うん、お料理もそんな感じで、うん、ハンバーグ乗ってるでしょ、このハンバーグはもうめちゃくちゃジューシーなの、っていうか大きくないこのハンバーグ、大きいでしょ、待て、そう、そしてこの、ね、うん、チーズがかかっております。チーズは間違いない、みんな大好き、みんな大好きでしょ、この一皿でもう心も体も大満足、お腹もね大満足な一皿になってるので、早速おいしいものが渋滞してるね、食べちゃおう、食べましょう、渋滞ハイウェイ、ハイウェイ食べるよ、食べるよ、はい、食べますよ、私も乗り遅れないようにしなきゃ、よし、いただきます。うん、おいしい、おいしい、ね、トマトがね効いてる、あ、チーズも濃厚だな、これすごいよ、トマトとチーズって絶対合うもの、合うよね、うん、スーザーはもちろん温玉行くわよ、ね、温玉大好きだもんね、見ててちょうだい、うん、あとろーり、見て出てきました、このとろとろ温玉と、温玉さんこんにちは、こんにちは、ハロー、今から食べるわよ、うん、このチーズをね混ぜて混ぜて混ぜるわ、うん、どうだい、温玉のお味はどうだい、温玉がエッグンロールしてるわ、エッグンロールしてる、ロールロールトロトロロールしてるわ、踊っちゃってるか、ちょっとハンバーグも僕はいただいてみようかなと思います、いきましょう、ハンバーグ、おいしい、おいしい、もうね
みんなが大好きなものが詰まってるよね、これはね。そうね。もうお子様とかも絶対ね、ちっちゃい子たちもね、見たそう、ね、楽しいよね。キッズが好きなメニューが揃ってるもん。本当に本当に。ハンバーグでしょ、チーズでしょ、うん、トマトでしょ、うん、それでスパゲッティでしょ、ね、最高。もうこれは優勝ね、うん、これ食べたらインスタレガリアもらえるわ。レガリア優勝、うん、食べてね、みんな食べるなよ。ということで、私たち全部食べちゃった。イエーイ、食べちゃったね。美味しかった。いや、もうどれもね、最高に美味しかったね。最高、うん、でもね、うん、ケンティ聞いてどうしよう。何、私もう体重計乗れない。もう体重計なんかこうしたえ。全部こうしたよ。そんなもの見えないわ。体重なんか気にしてちゃうね、いけませんから。もう皆さん食べれるだけ食べた方がいいね、こういうのは。スーザン、何が気になった一番、何が美味しかった一番。私はやっぱりポチャッコ、ポチャッコのね、このパンドラね。こう食べてたもんね。そうよ、うん、これできっと仲良くなったと思う、うん、あのみんなこれ食べない。スーザンの食べ方がやっぱ正しい食べ方だったそうなので、皆さんぜひ食べてください。食べてみてね。僕はね、やっぱりね、このメルちゃんのカレーだね。一番最初に食べたんだけど、かわいい。もうね、忘れられない、このメルちゃんのカレーは、うん、心に残る。そう、やっぱ見た目のインパクトもそうだし、やっぱこんな ねカレー食べれるのピューロランドだけだから、そう、ぜひピューロランドに来た記念に食べてほしいなって思います。この青さはここだけよ。そう、この青さはここだけ。そしてね、いい、イースターでね、バッチリのメルちゃん。そうだよ、メルちゃん主役のカレーなので、うん、あのノベルティのね、カードもついてるし。そうだった。ぜひ皆さん集めてほしいので、そう、メルちゃんのカレーも食べてほしいよね。もうね、でも全部食べていいから。いや、本当にどれ食べても美味しいし、うん、そう、来る前に体重計壊してから来るのよ。うん、そう、そしたら問題ない。問題ない。うん、よし、ということでピューロイーサの食レポでした。みんなも食べた感想、ぜひコメント欄で教えてちょうだい。それじゃあ